はい、皆さんこんにちは、佐賀キャッツでございます。まもなく6時ですね、まだ明るい、7月の2日の土曜日でございまして、千代田区やっと30度まで下がりました。もうすぐ6時ですけどね、この部屋の中冷房を切りました。27度でございます。暑いわ。暑いか、頭ボーっとしてますね、ほんまにね、今日は我慢しましたよと、夕方ビールをお昼は4缶飲みましたけどね、夕方は我慢して、あと1時間ちょい仕事したら家帰ってシャワー浴びてビール飲めるみたいな、もうね、それだけは楽しみで生きておりますけども、はい、こう見えまして私ですね、マンションのことについてあれこれ言うのがですね本業みたいになっておりまして、もうこういうあれこれあれこれ言う仕事を始めて13年なんですね。その前はマンション、新築マンションの広告を作る仕事をしておりまして、私のあれですね、専門はコピーライターなんです。今もコピーライターという職種がこういなくなりましたね、若い人でですね、コピーライターだけで食べてる人ってほぼいないんちゃうかって、この前誰か言うてましたけどね、いませんね。はい。まあ、それはいいんですけど、マンションのことについてもう35年、24の時からですから、そうですね、34年、今59ですから、35年見ておりまして、その間何回かわーっとこう盛り上がってですね、わーっと沈んでですね、っていう何も動かない時期とかっていろいろ経験してるんですけども、今回私はだから3つ目のバブルを今経験してるわけですね。最初は平成大バブルでございまして、2回目はですね、00年代のですねファンドバブルでございます。3回目は今回のですね、2013年から始まりました異次元金融緩和に伴った局地バブルでございます。まあ、それぞれ言い方名称はですね確定しておりませんでですね、まあ、私は勝手に言うてる部分もありますけども、まあ、平成バブルといえばですね、まあ、大体通じるんではないでしょうかね。大バブルですね。で00年代のファンドバブルっていうのは、あれ不動産だけバブってましたんで、IT バブルが2002年頃に弾けてましたけどね、ファンドバブルが2008年のリーマンショックで弾けました。まあ、大したバブルではなかったですね、今から思えば。で、今のバブルも実は大したことないんですよ。ただ、都心のマンション価格がですね、平成大バブルを超えたということで話題にはなっていますけども、多分ね、バブってる規模はそんなに多くはないと思います。あの時はですね、全国規模でバブってました。もう田舎の土地まで高くなっています。ところが今は、田舎の土地はただ同然のまま動きませんから、まあ、昨日路線価うにゃうにゃとか言うてましたけども、まあ、あれも非常に表層的な話であって、しかもですね、半年以上は遅れています。で、今どうなってるかと申しますとですね、マンション市場に限って言えばですね、都心エリアはチッチッチッぐらい動いてますね。ちょろちょろっと動いています。本当にわけのわからん富裕層がうじゃうじゃ湧いているんですね、投資には。で、中国人も買いに来てますね。で、変な買い方ですけどね、中国人は。で、ただそんなに派手な動きはないんですね。で、売れてるってデベロッパーで聞くと必ず売れてる、絶好調って言うんですけど、そう言うとかんと売れないわけですからね、彼は。なんでそんなにその派手派手しく売れてんでーみたいな鼻息が荒く売れてるようでな感じではないし、それもだんだんですね、しぼんできてるという感じがします。で、富裕層の動きっていうのは大体は株価と連動するんですね。マンションも株を持ってるという人が大半なわけでしてね、株が元気がないときってマンションもそんなに売れないんですね。株が低迷するとほぼ止まったりします。株が低迷してるときっていうのは不動産も安いですから、そこで動いてるのは本物のプロなんですよ。というかもうなんていうかこう手だれな素人さん、素人って言うと全然バカにできませんからね。本当に要は不動産でないというだけで、ですね、素人さん、エンドさんが我々より詳しかったりもしますんでね、部分的には。まあそれは置いておきまして、このだんだん元気がなくなってきているという現状でございます。 もちろん値段も高くなっていってるんですけど、
で都心の供給自体が今細ってましてですね、例えば私全部の23区見てるんですけども、この3ヶ月で中央区と江東区はですね、一物件も新規は出てきてないんですよ。なんでかって、いやデベは変えていないんですよ。あれだけうじゃうじゃですね、 2,3 年前はね、これまだ出んのみたいにあった日本橋近辺ですね、あの日本橋っていうのは高島屋とか三越がある日本橋の商店、もっともっとあの昭和通りよりこっち側ですね、東側の日本橋、にはですね、東日本橋したらああいう馬喰町とかああいうところがあるんですけど、あそこマンションがぐちゃぐちゃ出るところなんですね。出ていない。なぜかというと、多分高くなりすぎて買えていないんちゃうかなという気がしますね。それで最近は終焉部ですね、練馬や足立屋っていうところがやたらとですね多くなったりして、まあ練馬とかはね、多分あれが出てると思うんですね、生産緑地が出てきてると思うんですけど、まあそれでもですね、坪単価300万円台なんてのは平気で出てきて、今度はどうやって売れんねんみたいな話ですね。一生懸命ですね、住宅ローンを組んでですね、自分の給料からそれを支払っていくような方々、我々実需と呼んでるんですけども、そういう人たちは給料上がってませんから、もうで金利も下がったって言っても、そんなに、そうなんていうか、あれですね、もうへばりついて、もう何年も経ってますんで、もうあんまり関係ないわけですね。でやっぱり動き悪いですね、郊外は。郊外に行けば行くほど動きが悪いですね。なんで、新築マンションの供給もこうわずかながら減ってきてる感じがいたします。で郊外はほぼ売れてません。で、まあ、新築はそんな動きなんですけど、中古もですね、なんかどうやら今年に入ってからなんか動きは鈍くなってですね、これからどんどんこう市場としては弱くなっていくんちゃうかなという気がしますね。ただこのまま崩れるということをところまではまだまだです。まあ株価まだ持ってますでしょ。2万円台持ってますし、そのあれがね、2万円割るようなことになってですね、1万5000円やとかって言うたら、これは偉いことですよ。これは偉いことで、まあ、シーンとなりますよ。あの不動産市場も、特にマンション市場はシーンとなります。で今そのマンション以外の不動産はですね、ビルたら飲食ビルたら業務ビルたらっていうのはですね、まあコロナ後を見据えた動きになってきてますんで、一部動いてますけど、まあ、元気はありませんね。だから不動産セクターで元気あるっていうのはもう都心のマンションぐらいやったんですけど、これも物件がなくなってきましたからね。一部でかいのがね、麻布十番とか出てきたりしますけど、あれ売れんやろかっていう。ハルミフラッグもね、6月末に販売するとか言うといて、まあ7月に伸びたようですけどね、まもなく発表になるでしょうけども、7月25日やったら抽選がなってます。私の誕生日でございまして、ありがとうございます。ほんまに記念を作っていただきまして、まあそれはいいんですけど、だから今年ね、多分このままだとですね、円安不況ですね、日本は。で、消費が、個人消費が鈍っていきます。なんで多分不況感がじわ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 っと高まっていきますね。で9月で、あれですね、雇用安定化助成金がですね打ち切られます。で失業率もじわじわと上がっていくんちゃうかなという感じがしますね。企業業績が出てくるでしょうけども、4、6月がですね、今月の末あたりからちらちら出だします。で8月の15日あたりにですね、4、6月の GDP 速報値が発表されます。4、6多分マイナスですよ。多分マイナスちゃうんかなと。プラスでもですね、1はいかないと思うんですね。コンマいくつというところではないかなと思いますね。で不況感が出てきますので、9月頃になりますと、まあ、そうなるといよいよですね、一旦止まるんですよ、マンション市場というのは。私の経験値からいくと動かなくなるんですね。中古も新築も売れへんなってなるわけですよ。で新築の場合はですね、来年の3月に各社決算期を迎えますので、在庫の整理に入ったりします。今でもね、見てますと相当値引きをしている感じがしますね。あんまり昔ほどね、こう果て果てしくないんですけど、例えば野村不動産なんか日吉の物件がですね完売してるんですけど、何をしたんやろあの人たちは。あんなこんな簡単に完売するわけないやんと思ってる物件が完売してるんですよ。いやきっとね、そのなんかすごい決断をなさってるんちゃうかなと。
いう気がしますね。なんせ動き早いですからね、あの会社はね。なんで、ちょっとね、鈍ってるの、もうあの会社はね、読むの早いんですよ。それを見越して、どんどことですね、完売をさせたんちゃうんかなという気がしますね。ですんで、今年後半、もう始まってますけども、じわじわじわと市場はどんどん静かになっていって、まあ、10月、11月を過ぎる頃には、ピターッ、と止まってるんではないかなと。まあ、ただこれはね、このままいけばという前提ですよ。例えばウクライナがね、収まったとかってなったら、これまた回復のための景気が良くなるんですよね。人間の心ですから、ね、基本的にね、あ、これ良くなる、先行き良くなると思ったら、出ていこうとか言って、出ていってお金を使うわけですね。これは個人でも法人でもそうですけども、なんか土地が出たら、よっしゃこれいけるか、買いかまへんとか言って、坪単価450、なんとかなるとか言って、いやだって凍ってしまうわけですね。まあ、だから、まあ、ウクライナが皆さんの予想通りですね、長引くと。で、解決するにしてもあんまりスカッとした解決ではないという前提に立てばですね、今年これからどんどんマンション市場は静かになるということです。下落はまだ始まりません。まあ、下落は始まっては今年の最後半ぐらいでしょうかね。ただ新築マンションはね、さっき申し上げた通り現場で値引きをしてますんで、これ実質値下げというか値下がりみたいなもんでございますけどね。中古がね、下がるまでにはちょっとワンクッションあると思います。というのは、実際下がっててもね、皆さんレインズに登録しないんですね、業者がね。そうすると下がってる感がないんですよ。ただ業者はじわっと分かって、なんかこれ怪しいでっていう感じになっててですね、なるんですけど、まだそこまでは私の周りの感覚ではそこまではいってませんので、まあ、それを感じられるようになるのは早くて今年の最後半、12月とか、だからその頃で、もしかしたら来年の春以降にずれるかも分かりませんね。はい、今の私の感覚はそういうところでございました。どうもありがとうございます。